はいどうもー、キムチャンズのあやかです。どうもはい、ということで、今回はですね、ちょっとまさかのカウントダウン TV ありますねの、テレビ番組をあの JO1 のね出演会を予約しようと思って、皆さんに教えてもらってね、知らなくてやばいと思って予約しようと思ってカウントダウン TV をちょっと開いてたら、テレビまさかの、私は全く知らずに見たんですけども、 INI さんが今回は出演されるということで、ちょっと見たいなと、生パフォーマンス見たことないなと思って、あの BE:FIRST TV で一回見たのと、まあ、でもあれ収録ですからね、とロケターかなを多分パフォーマンスね、 PV ちゃうな、 MV かなを見たことがあって、ダンスだいぶゴリゴリ系 のかっこいい方たちっていうイメージで止まってて、でそっから見てないんですよ、全く見てなくて、でまあ見る予定もなかったんですよ、あの見たいんだけど、めっちゃかっこいい人一人いたんだよね好みの方が、なんだけどね、あのやっぱりいろんなアーティストを追うっていうのは難しいっていうお話をしたと思います。はい、なのであのなかなかその全てのグループを追うっていうのは無理だってことになって、自分が今フォーカスしたいアーティストを追うっていうことにはなったんですけど、たまたま見れたので、この YouTube で追うっていうのはちょっとしてないですけども、テレビのはやっぱいつも言うんですけど、やっぱね躍動感もあるし、音もいいし映像もいいし聞きやすいんですよ。であのまあ、全部の番組じゃないけど生パフォーマンスだし、ほとんどがね、まあ、かぶせがあったりかぶせがなかったり、生歌だったりそうじゃなかったりっていうのはテレビの都合上あるかもしれないですけど、まあ、いろんな、ね、事情があるかもしれないけど、テレビが一番ね見やすいってことに今更ながら気づきまして、なんかやっぱ YouTube 子だったから、この何年間かなんか、あテレビってやっぱクオリティ高いんだなと思って、あの音とかね、カメラさんとかやっぱ照明さんとか豪華なのよね、お金の使い方とかが、なんかものすごい見やすくて、ちょっとさすがにその機会逃したくないなということで、今回は見させていただきますので、誰がどうでどんな曲でとか全く分かってないんですけど、ちょっと INI さんもやっぱりあのラポネっていう会社で同じ JO1 とね、 JO1 と同じ会社で活躍するグループとして全く知らないっていうのもどうかなと思うし、全く知らないです終わりっていうのもちょっとどうかなと思ったから見させていただこうかなと、はい、思います。私はダンスはそんなに詳しくないので、自分がやらないのであんま詳しくないんですけど、あの見れる範囲で、はい、見ていきます。いくやんいくやんいくやん、じゃあいきますね。もうちょうどその INI さんが出演するとこからいきます。まずは一回見ますね、一回見てから。INI さんも人数多いよね。どんなステージ？パスワードとヒーロー、テレビ初披露だって、メドレーじゃん。え、すごい撮ってもらってるじゃん、尺ね。最新曲、あ、楽曲提供、パスワード、パスワード、あ、ワニマさんね、ヒーロー、へえ、新曲なんだ、それ見れるんだ、 OK、 ワクワクしながら、いや、私テレビのパフォーマンス見るのは初めてだな、 BE:FIRST TV 以外で。スタート。なるほど、パスワードね。みんなスタイルいいね、マジでびっくりする。なんか声さ、もう圧倒的なパフォーマンスやんか、このダンスとかさ、声結構透明感ある方多い、そのギャップにちょっとびっくりした今。声もこうオラついてんのかなと思ったら、結構繊細な声なんだよね。想像いい意味で裏切られた。まあ初見ではないんですけどね、この曲は完全初見。彼らは日プ2でデビューされた方たちで合ってますか？
ダンス力強いね、ダンス。あ、ヒーロー。あ、ワニマさんっぽい。あんま知らないんですけど、あ、もうなんかイントロでわかる。はあ。結構歌ものやね。この自由な感じがワニマさんっぽくない？この方歌うまいな。自由やな。いいね。こういうイメージ INI さんになかったから新しいんちゃう？これは。奪うより与える。なるほど。はい、終わりました。思ってたそのワニマさんのイメージには完璧に当てはまるし、あれなんですけど、彼らが今までやってきた音楽全部知らないけど、イメージとはちょっと違ったので、あの、面白いなっていう、まあ、これがだから、あの、有名な方が提供する時の面白さですよね。こうコラボというかね、提供とは言ってももうコラボに近いんじゃないかなと思う。個性と個性がすごいどっちも見えるからね。なるほどね。まあ、初見、完全な初見ではないんですけど、正直その全員のことをね、あの、皆さんのことを把握できてないので、お人柄とか何が得意とかそういう背景までは分かってないから、そういう本質をついたようなことはちょっと今日はできないんですけど、やっぱりそのダンスが前見た時と同じ感想になって申し訳ないんですけど、やっぱりなんていうのかな、キレとかが速さ、動きの速さとか、あ、筋肉使って動いてんな感がすごいあって、まあ男らしさ感ですかね。で、日本で今そのゴリゴリこう男みたいなパフォーマンスをしてくれるアーティストさんのジャンルを考えた時に、まあ、BE:FIRST さん最近そうですけど、あんまり今までいなくて、 INI さんはその男らしい部類に入ると思いますが、どこかね、中性的さっていうんですか、やっぱお化粧の仕方とか、そういうスタイリングとか服装とかね、あると思うんですけど、お顔立ちとか、まあ、いろいろあるとは思うんですけど、それもあるので、やっぱり日本のグループではいないジャンルを、狙ってきたなっていうところは感じました。それがまず一ついいんじゃないかなって思いました。で、さっきも言ったんですけど、こうパスワードの方は結構激しめね、こう圧を感じるようなパフォーマンスとかあるし、繊細さもあるけど、まあ、どっちかというとそういうちょっとね、イケイケな感じなのに、歌声が結構繊細だったことにちょっとびっくりして、ギャップが色っぽく感じたり、切なく感じたり、儚く感じたり、繊細に感じたりっていう、そのなんか、まあ、一見アンバランスに見えるようなことが、逆にそれが魅力になっている、まあ、意図してるはずですけど、もちろん意図してると思うけど、魅力になっていて、ちょっとびっくりしたかな。あ、こういう表現と仕方あんねや。なんかこういう楽曲やからもっとみたいな、がなりとかめっちゃ入れるんかなと思った。そうでもないっていう、そこの考えて考えてそうなったと思うんですけど、なんかその感じとかはあんまり今まで見たことのないパターンだったので、ちょっと面白かったです。はい。で、ちょっと振り返りながら見ていきますね。この、どう表現したらいいかな、ごめんなさい、まだ名前が全員分かってないんですけど、この松田さんで合ってます、松田仁さんだっていうかな、松田さんのダンスが個人的にやばい。なんか俊敏なんだよね、動きが。で、こうカチッて止めるとこがすっごい早いし、まあ個人的な意見ですけど、ちょっと見ちゃう、ダンスすごい見ちゃう。めちゃくちゃ筋トレしてんねやろな、アスリートに見えてくる。西さんマジアスリート、かっこいい。西さんもやっぱかっこいいかな。あの、好みね、好みで言うとダンスがかっこいい。なんかあれね、やっぱ筋肉、まあ皆さんの体知らないですけど、もちろんあの筋肉が、まあ、あるっていう前提でね、体幹とかある前提で喋ってますけど、まああるでしょう、多分こんだけ踊れたら。あの、やけに説得力が出るんですよね、表現とか伝えたいことがものすごい。あ、もうなんかこの人たちが言うねんからそうなんやろなみたいな説得力があるんだよね。だからやっぱ筋トレしてる人はね、あの、
なんていうかな、人生を有益に過ごせる気がする。なんか分からんけど、自分がそんなにするタイプじゃないんですけどね。圧倒的さとかね、やっぱ圧巻とかそういうのは筋肉のおかげもあるんじゃない。ヒーローなんですけど、歌唱力分かるよね。この冒頭歌ってる方めっちゃうまない、歌得意なん。もともとバウよりは耐えるの方とかめっちゃうまい。歌から始まるってことはやっぱね、ある程度自信とか計ね、その歌ってる数が必要やから。うまいね、光り出す真実を歌ってる方。なんかバンドボーカルとかでもちょっといけちゃいそうな歌声してません？なんか迫力もちゃんとあるし、すごいな。意外とさ、こういうさフリーな感じ、まあ大体は決まってるけど、まああとは自分のニュアンスでっていうのは結構むずいよね。バウよりやったかっこええよ。なんか歌心ある歌い方されますね、最後に歌われた方。ちょっとごめんなさい、人数が多いので名前とお顔が一致しないのが申し訳ないです。ちょっと見ながらやってるんですけどね。に、うん、すごいな、まだ若いですよね。いやー、なんかこう全てはさ、いつも思うんですけどね、私いつも思うんですけど、全ては全てのアーティストは頑張ってるの。もう全員自分の夢を叶えるため、そして応援してくださってる人々のために全力を尽くしてると思うんですよ。迷いながらね、もがきながらも、せっかくここに立てるっていうね、このステージに立てるっていうことはほぼほぼ奇跡なので、すっごく頑張っていらっしゃるんだけど、あとはね、やっぱね、タイミングとか、やっぱどうしても運とか、あとはまあ情勢、世界情勢とか、あとは他のグループとの兼ね合いの言ったコンセプトが被ってないかとか、いろいろ自分が頑張っててもどうしようもないことって起きるじゃない。もちろんどの世界でもそうなんだけど、やっぱボーイズグループとかガールズグループの難しいところは、ちょっと普通の仕事より、他のジャンルの仕事より短命なわけじゃない。こんだけアグレッシブな動きを入るとね、歌だけとかやったらまだしも、ダンスってことを考えるとやっぱ短命で、焦らざるを得ないというかね。人生焦ってもさ、ほら人生今時長いって言われてるからさ、そんな焦って暮らさなくても、ゆっくり自分のペースで生きるぐらいがちょうどいいんじゃないっていう時代だと私は思うんですけど、どうしてもその限られた体力で、まあ、スポーツ選手と一緒よね。だからマジでそう、最近ほんまに思う、歌もスポーツ選手とほぼ一緒だと思うんですけど、プロになればなるほど体力作りいるから、ここまでハードなことをしてると短命であるからこそ、やっぱ応援したい気持ちも湧くし、わかるのよ最近。だから今しかないこの彼らの素敵さをどうやったら今この瞬間に共有できるかなっていう、気持ちがやっぱ湧くし、その好みかどうかっていうよりは、多分人柄とかどんな風に頑張っていらっしゃるとか、そういうので多分応援したくなる人が増えていくのが日本だと思うので、その過程が見れることが、最近オーディションから始まることがね、だいぶ増えてきたから、ちょっとねそういうのもあって、自分の中でこのグループ好きとか好みとかはあるんですよ。やっぱ好みのやつを基本やっぱり見たりはするんだけど、好みかどうかっていうよりも、全員頑張っていらっしゃるのは周知の事実じゃない。頑張ってない人なんかいないから、だからその中でこうどうやったらみんなを一緒にね盛り上げられるかなっていう風に、なぜか勝手に一人でというかみんなで思ってて、それを感じた。このせっかく今キラキラしてるこの感じをね、なんか他との兼ね合いでどうこうじゃなくて、こうみんなでね、なんか切磋琢磨してやっていらっしゃるから、すでにそれでこう頑張っていってくだされば、そしてまあご本人たちにどうしようもない問題はやっぱ会社の方とかね、周りの大人がやっぱりサポートされてると思うんですけど、そのやり方とかがちょっと難しい時もあるんだろうなと思いながらちょっと見てるんですが、まあやっぱ一番は世界との兼ね合いが一番難しいとは思うので、ちょっとそこを今後は見させていただきたいなと勝手に思ってます。はい、まあ、世界に行けばすごいかって言われると、別にそういうことでは個人的にはないと思うんですけど、そこを目指すのであればやらなきゃいけないことと、日本で売れるのであればそこでやらなきゃいけないことのこの加減がすごく難しい
なとは正直思うので、でもその分可能性が高いのも今の時代の SNS が普及したおかげでもあるので、こう INI さんとか J1 とか見てると、うーん、そうね、なんか感じるものはあります。個人的にはこういう風にしてくれてて、こういうのが魅力的でこういうのがいいとは思うけど、果たして彼らとか会社とかは何を求めてて、でそもそも大多数のジャムの方は何を求めてるかによって方向性って変わったりすると思うし、コンセプトも変わっていくし、いろいろあると思うんですけどね、難しいですね。難しいけど、あの何をしようが応援している気持ちに変わりはないっていうのが本音なので、あのこれからもラポネさん自身を頑張ってあの推していこうかなと思いたいところではあるので、なんかそうね、そのみんなが平和的でみんながあったかい気持ちで応援できるような環境づくりっていうのを、まあ、全ての会社と全てのファンの方と全てのアーティストの方がそこを意識するともっとうまくいく世界が来たらいいななんてちょっと思ったりしました。なんでこんな話をしたかっていうと、どうしてもね J1 と INI の会社が一緒っていうところでなんか思うことがまあね、どうしても出てくる時があるだろうなっていうのはちょっと予想できたので、うん、でもなんかそういうことよりももっと大きなことを見たいなっていうふうに今 INI さんのパフォーマンスを見て思ったかな。やっぱ全然違うからコンセプトが、その全然違うところをこう各グループが埋めていくことが重要なんじゃないかなって、はい、すごく思いましたね。はい、ということでたまたまタイミングがあって見れたので見させていただきました。 INI さんのパスワードとヒーローを初見リアクションをさせていただきました。もし楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。